獣行く細道 VTuber 選手権。皆さんこんばんは、キサラギヤミと申します。皆さん、音楽って聞いたことありますか？この世の中には何億何千万もの楽曲がありますよね。ただその中でも最もキャッチーで耳に残る曲があるじゃないですか。そう、椎名林檎さんと宮本浩次さんの獣行く細道、冒頭部分のね、あのこの世は無常、あれほどキャッチーなイントロはないでしょう。このキャッチーで力強いフレーズにマッチするバーチャル YouTuber さんこそ、このあなたの楽曲の中で存在感を放ち続けるこの曲のように、無情なこの世を乗り越えていけるのではないでしょうか。さて、この獣行く細道 VTuber 選手権、ルールは簡単。今から数名のバーチャル YouTuber さんの名前を、この世は無情のフレーズに合わせて私がお呼びいたします。その中で最も無情度、獣度、細道度、この全ての合計値が高かった VTuberユーバーさんが優勝でございます。それでは早速選手紹介の方に行ってまいりましょう。エントリーナンバー1番、金色フォローさん。金色フォローさん、今大会最も注目されている選手でございます。なんといってもね、獣ですから、いかんなくその実力をね、発揮していただければと思います。いやー、楽しみですね。エントリーナンバー2番、ピピピプチポさん。いや、あまりにもキャッチーなお名前のピピピプチポさん、今大会のダークホースとも言われております。宇宙人ということで、我々の想像を超える細道を見せてくれるのではないかという期待の声も上がっております。エントリーナンバー3番、栗原麻呂さん。いや、かなりね、細道論高そうなお名前で、安定した結果望めるんじゃないかなと思われます。栗原麻呂さん、民族楽器を弾くことができる VTuber さんということで、音楽への造形の深さがどのように結果に表れてくるのか見どころですね。エントリーナンバー4番、浅熊ハロさん。普段は妹の浅熊モニさんと共に配信をされている浅熊ハロさん、今回はね、大会の起点により一人での参加となってしまったんですが、ただその細道力はまさに悪魔的ともまで噂されています。妹さんもね、観客席に見守っておりますので、その期待に応えられるように頑張ってください。ということで、選手紹介が終わりましたので、早速私の方で皆さんのお名前を呼んでいきたいと思います。まずはエントリーナンバー1番、金色フォローさんからいきたいと思います。さあ、緊張の一瞬でございます。よろしくお願いいたします。金色フォロー。おー、やはり想像通りかなりいい感じになりましたね。金色とこの世はというところがかなりマッチしていたので、いい点数になってくれるんじゃないでしょうか。さあ、結果が出ました。無情度4点、獣度5点、細道度5点ということで、これは一番最初からなかなかの高得点でございます。おめでとうございます。かなり良い結果だった金色フォローさんですが、エントリーナンバー2番、ピピピプチポさん、今大会のダークホース、どういった結果を残してくれるでしょうか。早速いっていきたいと思います。ピピピプチパー。おー、はい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 、やはりちょっと想像してなかったベクトルから差し込んできましたね。意外や意外、結構マッチしていたので、どういう点数が出てくるのか。さあ、点数出てきました。無情度4点、獣度3点、細道度4点ということで、なるほどなるほど、いや、想像以上にかなりいい点数ではありますね。平均点以上には欲してるんじゃないでしょうか。さあ、ということで、エントリーナンバー3番、栗原麻呂さん、早速行っていきたいと思います。いやー、これも期待ですね。栗原麻呂。あー、なるほどなるほどなるほど、確かにこの世はってところと栗原、やはり海洋で始まるっていうところは結構マッチしていましたね。これもなかなかいい点数期待できるんじゃないでしょうか。さあ、点数が出てまいりました。無情度4点、獣度4点、細道度5点ということで、これもなかなかいい点数なのではないでしょうか。さあ、白熱してまいりました。エントリーナンバー4番、浅熊原さん。さあ、この局面なかなかプレッシャーかかるところではございますが、頑張っていきたいところでございます。いきますよ。浅熊ハロー。あー、なるほど、これもね、家業で始まらなかったところを浅くのところで補っていたっていう、結構テクニカルなことをしてらっしゃいますね。これもなかなか期待できるんじゃないでしょうか。さあ、点数いかがなものか。無情度4点、獣度3点、細道度5点ということで、いや、今大会もなかなかの接戦なのではないでしょうか。ということで、やってきたんですけれども、結果発表といきましょう。さあ、今回なかなかレベルの高い大会でしたからね、結果発表が楽しみでございます。さあ、出てまいりました。第1回獣行く細道 VTuber 選手権、優勝は金色フォローさんでした。パチ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 。いやー、いや、でもやっぱ
はりまあそうですね、一番最初の期待を裏切らず獣の威厳を見せつけて優勝することができました。カナヒロホローさんにはですね、何かしら獣行く細道っぽいものを仕上げたいなと考えておりますので、楽しみにしておいてください。補足しておきますが、この企画は決して特定の VTuber さんを侮辱したりとか軽視したりするような企画ではございませんので、そちらはご理解のほどよろしくお願いします。ということで皆さんね、よかったら周りの VTuber さんのお名前をこの世は無常に合わせて歌ってみてはいかがでしょうか。ということで如月闇でした。バイバーイ。